どうも、友人チャンネルのみやちゃんです。本日はですね、以前から予定しておりました去年の夏にですね、一度練習試合をさせていただきましたワイバーンズさんというチームとの合同練習を本日行うことになりました。ワイバーンズさん2017年に結成したチームなんですけども、夏の練習試合の時は、まあ、ミスもあってこうボコボコと打たれたんですけども、1点を取る意識っていうのが非常に高くて、あ、これはいいチームになるなっていうふうな印象を受けました。そのチームさんと本日合同練習をさせていただくことになりましたので、その様子をご覧いただければと思います。頭が湯気出てるよ。本当に？頭が湯気出てるよ。出てます？いや絶対嘘でしょ。いや絶対嘘だ。お前嘘しかない。いや本当に出てるよ。出てるわ。出てます。そんなわけないでしょ。いやそこじゃないし、議題が。頭、あれ本当に湯気出てます。湯気出てるよ。はい、この後みんなでファミレスに移動してチーム運営について語ることになりました。最初ワイバーズ立ち上げて全然人数が集まんなくて、やっぱやめようってこのチームに行ったんですよ。なんか練習、その練習が全然ウェルカムな感じじゃなくていいし、なんか雰囲気も全然違って、なんか自分たちのどういう雰囲気だったんですか。
こういった経緯もあり、やはり自分たちで自分たちのチームを盛り上げようということで、ワイバーンズさんが始まったとの経緯でした。じゃあまさしくこのガストで、これら二人で、いやじゃあだったらワイバーンズ盛り上げようってなって、それからね、実証権で、今みたいな。でもせっかく作ったからあれだよね、なんか、長くやっぱ続けたいよね。思い出しめちゃめちゃありますね。自分ができる以上になる、40とか50でも友人が残っているようなチーム作りしたくてっていうので立ち上げたから、そんな感じの雰囲気が出てるからね、うん、あんまり俺とか見えちゃって、なんか思い出があんまり感じられないチームに俺たちこうやって話さない、いいよね、はい、要はだって、うん、無駄だから、はい、だからすごく頑張ってほしいなって思うし、こんな感じで語っていましたら完全に時間がなくなってしまいました。ぜひまた来月行動練習会やりましょう。ワイバーンズさんについての詳しい内容は説明欄に貼っておきます。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。いつも友人チャンネルを見てくれてありがとう。俺たちは YouTube の他にTwitter、Facebook、LINE アット、そして Instagram もやってるぜ。チャンネル登録はこのボタンを押してくれ。よろしく。